はい、皆さんこんにちは。今回はですね、海に食材を探しに行きました。ひじきはありましたね。これ全部ひじきです。ひじき、ひじきやで。お父さん、俺のひじきだ。やれ。俺のえじき。俺の命だ。カラスに、カラスまだおる？持っていけ、持っていけ、いけいけ。なんか今日入った。沸騰したお湯に入れます。よし、沸騰してきたら蓋を閉めます。ひじきはヒ素という毒みたいなものがあるみたいなので、お湯で何回か茹でたらそのヒ素が薄まります。このヒ素はね、毎日大量に摂取してなかったら大丈夫みたいなんでね、それほど気にすることもないと思います。はい、10分ぐらい茹でたんで一回お湯を捨てたいと思います。はい、2回目茹でてます。できるだけ多いお湯でですね、茹でて、そうするとヒ素が出ていくみたいですね。もうそろそろいいみたいな感じですね。これで出来上がりです。はい、それではこれ冷まして、はい、これで一応ひじきの下処理はこれで完了です。はい、ひじきチャーハンを作りたいと思います。出来上がりました。